皆さんこんにちは、関です。今回はですね、メイクポーチとカバンの中身の紹介をしていきたいと思います。まあ、最近ね、中身紹介あんまりしてなかったのでしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでまずね、メイクポーチがここにあるの、メイクポーチからやります。うれしい。実演中じゃあ、あっちに行こう。ちょっと待って、うちゃん今実演中だから、あっち行ってて。これじゃない今撮影してるよ。はい、ということで紹介していきたいと思います。新しくメイクポーチ大きくしたのでめっちゃ入ってるんですよね。まずこれですね、これは10万人突破した記念でハローくんとかからプレゼントでもらったアイシャドウですね。オレンジメイクするのに便利です。はい、ということで、はい、ハローくん何あっちでやってて。ごめん、今ねね撮影してるの。エチュードハウスダブルラスティングクッションサンドですね。うんちゃん何やってるの。うんちゃん今ね撮影中だよ。うんちゃん本当にねえ、本当にあっち行ってて今撮影中なの分かんない。分かる。だからあっちでやってて。このサンドはですね、なんか私ちょっと元の色が黒いので肌に合わせた色でやってますね。本当にこれお気に入りすぎます。フジコシェイクシャドウ05ジェルパーティーですね。まあこれはプラザの購入品紹介かなって紹介しました。これめっちゃ最高ですよ。もうこれ1本だけでアイシャドウできる。食べてるし。まあいいや、続きます。続いてこちらですね、リップピナスリップグロス。もしもし、はいはい、あ、そうですね、はい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 、あー OK です、 OK です、はい、わかりました。はい、あ、今全然大丈夫です。はいはい、全然大丈夫です、はい、今はもう全然暇なので大丈夫です。はい。でよ。ああ、もう何に今撮影中。はい、すみませんでした。これはリップルピナス。あ、これ最高です。めっちゃ上がりますね。はい、次はバッグの紹介です。まあいいんだよ。まあ首柄のバッグで中身はイヤホンが入ってます。ね、あとはマジでマスク。あとはこのおばあちゃんに買ってもらったやつです。え、なんかタピオカ飲んでますね。なんか一緒に飲んだやつだよ。マジで今メイクポーチの紹介してるの。ママ、ねえ、うわなになに、食べさせて、今撮影してるの。あとなんか変な、ねえ、マジで、え、探してるやつ、ね、食べるよ。もういいって、なんだよそれ。まあいいや、続けます。こちら、違う、こちら最近買ったんです。静かにして、本当にいてもいいけど静かにして。こちら最近買ったんですけど、最近買ったんですけど、ねえ、本当にちょっと入れただけでもこれすごい伸びるからね、少量だけでいいんです。そう。それね、これね最近気になったやつなんです。やつなんですけど、ねえ、噛んじゃっただけじゃん、そういうの。これどうやってやるの、スマホ。今撮影中だから静かにしてて、やば。と画像見れなくなっちゃった。後ででもいい？今。今やってるから。どれ？ちょっとだけ注文してよ。よし。これは変なクラコンのケースです。いいの。で、これは変なクリーム。はい。どういって、はい。マジでうざい。なんなのみんな。これがヒロインメイクのマスカラですね。これめっちゃいい。これ茶色なんですけど、なんか日によって黒と茶色で使い分けてます。今日は黒ですね。ねえ、何やってんの？マジで。今さ、やってんじゃん。何なの今日ね。あ、それでね、ちょっと謎に、てかもうこれさ、やるこのメイク動画絶対これボスでしょ。しのぶさん絶対やる必要ないって。これしのぶさんだから書いて。だからセリシン君からもらった、おお、
七紅です。いいじゃんいいじゃん、明るくないこれ、一回見せて。そう明るいな、これ明るい。マジで肝見てもらったやつなんだからさ。はい、カラコンですよね。アイシャドウ使った。はい、明るすぎじゃない謎にね、すごいいっぱい鬼滅のキーホルダーがあります。カラコンですね。そうですね、はい、ありがとう、紹介してくれてね。ビービー、はい、ありがとう。なにスーパーボールでーす。嬉しい。ねえ、もう本当になんなの。どうせ電話してないんでしょ。はい、ということで、あとはこれですね、こちら18ラッキーフレンズルックアットマイアイズ。ねえ、本当にやめて、もうなんなの、もうさ、ねえマジでやめてよ。マジでやめて、なんで今撮ってるのにやるの。うん、やりたくないし、これ絶対ボツじゃん、もうやだ。ドッキリ大成功。そうね、分かってましたよ。大成功じゃないよこんな。もうねえ、ちょっと終わりよってはねえ、ほんとうざかった。ドッキリって分かってたけど、うざかった。分かってたの、分かってたの。そんなことあるわけないじゃん。最悪でしたね、こんなに一生懸命紹介したのに。途中で多分電話し始めたり、いきなりカバンの中身紹介し始めたり。今回家族みんなでドッキリしてみたんですけど、パパはリアルだった。パパは撮影中でも言いそうだから。だってさ、 YouTube 撮影しててもさ、ドライヤーで乾かしてくれるしさ、鼻水噛んでくれるしさ。で、うーちゃんはありそうだった。ちょっと後ろでね、一人でチョコパイひたすら食べてるみたいな。これはハローはもうただ単にうざかった。もう分かったけど、ひたすらうざかった。最後の最後で顔に落書きされて、さすがに切れましたね。じゃあ、ドキドキ成功ってことでいいですか。大成功ではないよ、これは。いや、大成功でしょ。家族一丸となってね。一丸となって騙したもんね。騙してなかったけどね。はい、ということで、今回はドッキリをされました。まあ、久しぶりのドッキリだったので、ちょっとあんまり気づかなかったんですけど、今度はみんなに司会したいと思います。ということで、終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。ハロー。